ロンちゃんご飯です。はい、酵素玄米に大葉、大葉って言わないね、しそでしょ、しそとあれでしょで、あとね、小松菜がちょっとだけなってたので外葉をちょっと剥がして2枚ぐらい入れました。一緒に煮て、で、今日はじゃがいもをダッチオーブンで焼きました。で、あとはね、冷凍しておいた焼き鳥じゃないんだけど、塩焼き、ちょっと軽く塩焼きしておいたのを冷凍保存しておいたものを解凍しました、うん、冷凍保存とかしておくと、もうこのまんま何かの災害の時とかはね、もう解凍してすぐ食べられるので、こんな状態で冷凍しておいたりしてます。で、あとはなってたパセリを積んで、クコの実ね。で、お味噌汁作ろうと思って出汁を取っていた、煮干しも食べてもらいましょう。お待たせ。はい、はい、はい、ではどうもして、どうもどうもロンです、どうもやってないような気がするけど、どうもロンです。はい、ではいただきましょう。混ぜてないからお肉から食べちゃうね、美味しいとこから食べちゃうね。ちょっと失礼、熱くはないと思う。あ、全然熱くない、もう冷めちゃう。あ、そうそう、きゅうりも1本ね。これからね、夏野菜がどんどん出てくると思うので、きゅうりだ、トマトだ、ナスだって、多分食卓にもいっぱい上がってきて、ロンのご飯にもいっぱいトッピングしてくる、してくる季節だね。今年はナス植えてないんだよね。去年ナス2株かな、2株買ってきて植え替えたけど、買った値段と、そう、苗の値段と収穫できたナスの値段と、多分どっこいどっこいだったかなって感じなんだけどね。それでも楽しかったからいいんだ。今日のロンちゃんご飯でした。じゃあまたね。バイバーイ。